プロセスプラントイノベーション4ユー。株式会社オメガシミュレーションはプラント用運転訓練シミュレータの開発販売では数多くの実績を誇り、国内外の企業研究機関に運転訓練シミュレータを多数納入しています。運転訓練シミュレータの訓練対象は中央制御室での DCS オペレータが中心になります。しかしプラント運転では現場操作も非常に重要な役割を担っています。両者の連携こそがプラント運転を支えていると言っても過言ではありません。そこでオメガシミュレーションはより現場操作の臨場感を上げるため 3D 技術で現場操作を模擬して厳密な物理モデルとリンクすることで運転訓練の環境をより現実のプラントに近づけました。3D 技術を使って実際の現場をモデル化しています。コントローラーで操作しながらアバターを動かし、例えばバルブを開閉、ポンプを起動などの現場操作をさせます。現場レイアウトなど実環境と同じものを作ることにより現場機器の場所やその操作などを習得できます。また実際には現場機器に向かう時間などが必要な場合、中央制御室とのコミュニケーションなど連携した運転訓練もできます。それではデモンストレーションをお見せしましょう。ここではアバターがコンデンサの冷却水バルブを開けるため階段を上がって2階に向かっています。バルブを開け始めると冷却水が流れ始め、プロセスモデルも追従していきます。ビジュアルモデラー画面でその動きを見てみましょう。 DCS 画面にリフラックス流量コントローラー FC3103 を呼び出しマニュアルモードに変更します。そして操作出力を変更します。アバターと連携してコントロールバルブが正常に動作していることを確認します。リフラックスドラムにあるレベルゲージの機能検査をします。アバターはまずゲージの蒸気側バルブを閉め、続いて液側バルブを閉めます。その作業の後にゲージ内の液を抜き出します。次にその逆操作を行ってレベルゲージが正常に機能していることを確認します。さて、いかがでしたでしょうか。今回は運転訓練とその中心技術であるプラントシミュレータ、現場操作への 3D テクノロジー適用について見ていただきました。プラント運転に欠かせない中央制御室と現場操作の連携が見事に再現される様子がよくお分かりいただけたかと思います。オメガシミュレーションの運転訓練シミュレータにどうぞご期待ください。